お正月休み最終日1月5日、日曜日になります。もう多分今3時は回ってます。2時40分か45分ぐらいです。ちょっと動画撮ってませんでしたが、ようやくちょっと水抜きました。インパクトですね。ドリルの刃で穴開けて、ちょっとね、中のメッキちょっと剥がれちゃいましたけども、まあまあいいでしょう。そのまま試食より、ね、ようやくかよって感じですけども、とりあえずね、水、ちょっと自然に抜けなかったんで、ティッシュペーパーちょっと入れたね。ティッシュペーパーがなんかの、ちょっと溶けちゃって、くずがちょっと中入ってしまいました。で、とりあえず水、ほとんど溶いて終わったんで、このアルミテープ、ダイソーのね、アルミテープ、スピーカー交換でね、使用しようかと思っていたアルミテープがね、まだあったんで、今日まだスピーカー取り付けてないです。すみません。そのアルミテープをちょっとね、少しもらって、ここに貼り付けました。水入らないね、こう押さえて、こっちも押さえて、ちょっと押さえすぎたらね、ちょっと、切り目ついちゃいましたけどね。しばらくはまあなんともないやろ、と思います。なんともないと思うんで、こうやってちょっと、しばらく様子見たいと思います。またね、アースつないで。もうここら辺の水滴はもういくら叩いてもね、落ちないんで、もうちょっと諦めました。とりあえず溜まってる水分だけ、1cc ぐらい溜まってたんかな。1cc って相当なんかな。それだけ取って、アルミテープで穴を塞ぎました。ちょっとね、まあ、近くで見りゃちょっと見栄えないですけど、遠くからじゃ全然わかんないんでね。多分ここやと、ここになりますね、左で言うと。なんでね、LED に水がかかるかかからないかぐらいやったんですね。危ない感じ。左はクリアで綺麗ですね。右はなぜかじゃん。結露しまくりという、変な結果ですけどね。なんだピント合わんな、これな。こんな感じ。とりあえずまた様子見たいと思います。とりあえずね、ここはアルミテープ貼ったんでね、ここにある LED、多分ここの光が、このアルミテープで遮られてね、外には出ませんけどね、ここの分だけ、1灯の分だけ非常に暗くなると思います。まあ、それは仕方ないか。これ、ライミー製のね、H16、11やったかな。LED バルブです。で、チップが、フィリップスだったのかな、これ。ちょっと、定かじゃないんですけども、めっちゃ明るいです。一応、ライミー製で一応国産品ということでね、めっちゃ明るいということで、まあこれ去年つけたんですけどね、まあ動画上がってると思うんで、よかったら見てみてください。光軸も何もなぶっておりません。とりあえず、今日はようやくね、最終日にして、ようやくもう水抜かなくなと思ってね、ようやく抜きました。行動が遅いよってね、言う人が結構いると思います。自分もそう思います。まあ、ちょっと少しね、LED? ちょっと拡大する?ちょっと見るとわかると思うんですけども。ちょうどいいな、これが。ちょっと緑っぽく、青緑っぽくなってますよね。これ基板と LED の多分判断のとこが、ちょっと、ダメになってきているのではないかと思います。見えんけどね。近くにすると、あまりピントが。こいつで積んでか。お分かりいただけただろうか。この LED の、ちょっとやばい。やばーっす。すみれちゃんじゃねえけど、やばーっすってやつ。ここね、ちょうど青くなってますよね。青緑っぽく。これは、